マサとの聖書ショートメッセージの時間となりました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあ、前回は、新命記から、まあ、3章から、まあ、彼をそれとならない、モーセに引けられた民が、まあ、そのヨルダンを渡る前に、まあ、その2人の王国バシャンとオグの王国に対して、神様がイスラエルのために、御手を渡してくださいました。まあまあ、今日のメッセージは、まあ、新約聖書からマタイについてマルコの福音書からのメッセージとなります。まあ、初めにではお祈りいたします。天の父なる神様、あなたを皆を賛美いたします。この者が御言葉の時、どうか御霊聖霊によって助けてください。分かりやすく丁寧に、自分の思い、また神様、違った色ではなくて、どうか御霊聖霊によって、御霊によって御言葉が理解できますように助けてください。このものを用いてください。また私のこのものの思いと口を整えてください。栄光と誉れを主に帰して感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。なかなか語ることに、まあまあ、訓練としています。まあ、本当に、まあ、お恥ずかしい、まあ、一信徒一クリスチャンが御言葉を語らさせていただいています。今日はマルコの福音書ですね。マルコ福音書の4章のからの、まあ、この、まあ、前回も彼を恐れてはならないと言われました。今日もそういうマルコの福音書の4章の35節から41節、まあ、船に、まあ、弟子とイエス様いましたけど、イエス様は友の方で、よくなって寝ていましたけど、弟子たちはその嵐に、死にそうだ、と、イエス様に、助けを請うて、イエス様はなんと信仰の薄いもうないのはどうしたことかという、そういう、まあ、叱責、まあ、受けたところからの箇所です。では、きちんと読みしていきたいと思います。マルコの福音書4章の35節から41節を読みいたします。さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで、弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で、枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。イエスは彼に言われた。どうしてそんなに怖があるのですか。信仰がないのはどうしたことですか。彼は大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くと、一体この方はどういう方なんだろうか。まあ、この箇所から今日の主題、どうしてそんなに怖がるのですという、まあ、御言葉から今日のメッセージ、また御言葉学びといたします。どうしてこんなに怖がるのです。私たちは本当に怖がるものですね。はい、この、まあ、約2000年の前、まあ、ガリラ湖ですけど、このまあ、船ですね、小さな船ですね。私の、まあ、ふるさと沖縄もそういうサバニという船があります。私はサバニには乗ったことがありませんけど、まあ、細長い、そして、あのそういう、ハリー船という競争では、まあ、持ってる人が競争で一旦船を転覆させて、また起こして、水をかけ分けて、そういう、まあ、小さな船ですね、まあもう37節にこう書いてあるんですね。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。
本当に、まあ、小さな船は波をかぶってその水いっぱいになりますので、船が沈みそうになりますので、まあ、乗ってる人は恐怖に襲われますね。そういうことで、38節に書いてありますね。まあ、イエス様は枕石に寝ておられましたけど、弟子たちは、先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも終われないんですかと言われました。本当に、私たちは小さなこと、まあ、まあ、ペトロも、そうですね、ペトロもそういう、夜、イエス様が湖を歩いておられたので、自分もイエス様みたいに歩いていきたい。そして、イエス様に行って、イエス様は歩いてきなさいと言われました。そしてペテロは歩き出しましたけど、周囲の風や波を見て、溺れそうになって助けてくださいと言われました。私も怖がるものですね。でもイエスからに言われた、どうしてそんなに怖がるのですか。信仰がないのはどうしたことですか。私は言われますね。どうして皆さん、マスターも、どうしてそんなに怖がるんですか。そうですね。私はイエス様から身を離して、また自分の道、自分の道に行ってしまうと、私は恐怖に、恐れるものですね。まあ、前回のメッセージで、申命記から、まあ、モーセは、まあ、ヨルダンが渡る前に、二人の王様に、神様によって勝利を得ることができました。感謝いたします。そういう私が主に従うとき、また主と共に歩むときに勝利があります。私の道に行くときには勝利がありません。このことから私はどうしてそんなに怖がるんですか。私は怖がるものですね。まあ、御言葉にもうそういう御言葉にあります。ちょっと開くことはできませんけど、他人の目を気にしたり、自分を窮屈するのは自分自身の思いにとらわれて、心に平安がないことです。私には聖霊が宿っています。三位一体の神様が宿っています。感謝いたします。この聖霊御霊に、委ねて信頼して、平安とシャロムですね、平安を持つことができます。この私もこの2020年にコロナ禍に襲われました。本当に、私自身も恐怖を覚えました。あちらこちらで感染者が増えている、でも、週に1回買い物にスーパーに行かなければならない。でもスーパーにはたくさんの方が来ます。でも消毒します。どこで、感染するか分かりません。本当に、身近で感染者が増えています。まだまだその感染するリスクが全くないというわけではありません。2回目の接種を受けても感染することもありますので、私は全てを神様に委ねて歩みたいと思います。まあ、今日のメッセージ、このマルコの福音4章ですね。この私、特に私自身も、まあ、小さな島の生まれですので、まあ、小さなサバに、小さな船ではありませんけど、自分の生まれた波照間島から石垣島に行くときに、昔は、今は高速艇ですけど、昔は、3時間半、まあ、サンゴ礁の浅瀬を避けて迂回して、その3時間半を通ります。どうしても、まあ、波があって、小さな貨物船、100トン足らずの小さな貨物船は横に入れたり縦に入れたり、本当に小さい頃恐怖 怖がった。大きな波を見て、怖い思い、そして下に、まあ、船底に入ったらどうしても気分が悪くなって、横に揺れたり縦に揺れたり、そういうことで、その嘔吐してみたり、一日中、まあ、石垣島に着いたり、また波照間に着いた時には、その一日中船酔いの
状態ですね。小さい時はそういう経験をします。このように弟子たちは、まあ、突然、激しい突風が起こり、まあ、ガリラ湖はそういう気象条件で突風が起こることがあります。激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。本当に、水いっぱいになりますね。もしこの表現で私の人生が、私自身が本当に多くの波を受けたこの人生の歩みの中で、あなたもこのコロナの波、また失望の波、また健康の波、また本当に人間関係の波、本当に自分自身を見ての波、私はいろんな波を見ます。風を見ます。本当に、この世の中の波、明日のこと、明後日のことも知りません。でも明日も明後日も全てを知ってやる神様に感謝いたします。この聖書、天と作られた神様、私の救い主である主イエスキリスト、感謝いたします。罪が入りました。狡猾な蛇で、でも神様は蛇、サタンをも支配しておられます。その元でヨブも、サタン、心を者によって、試みられましたけど、これも神様の許しの元で、ヨブは困難試練に遭いましたけど、感謝いたします。私は全てのことは知りません。でも私のため、あなたのため、全人類のために、イエス様が十字架で尊い血を流し、そして、3日目に、よみがえり、そしてケパはじめ500人の方々に、現れて、そして天に昇る時に助け主聖霊をお与えなると言われ、五旬節に聖霊が下りました。そして今、父の神様は、神様の父の神の右の座について、イエス様は私のために祈っておられます。感謝いたします。この幸い恵み、また来られます。感謝いたします。この約束、私は今はおぼろげ、鏡を見るようにおぼろげしか見えませんけど、私この肉体復活か、イエス様に会う時、この世を肉を去ってイエス様会う時に、面と面を向かって全てが完成されます。感謝いたします。私のこの置いていく、この肉体が朽ちた時、永遠の霊、魂、またイエス様が復活されたように、私は朽ちない復活した肉体として復活することを心より感謝いたします。この永遠の命の魂、このいろんな人生の魂、仕事の悩み、波、人生の波が大いにかぶってきます。コロナ、失業、病気、人間関係、いろんな悩み、波がたくさん押せて、もう世の中じゃありませんけど、私は魚の中に、この人生の暗闇の中になって助けを呼び求めます。この助け主、その光、世の光、世の地を、私の足の灯火を心を感謝します。この聖書御言葉を心を感謝します。この幸い恵みに扱ってほしい。また滅びく試しじゃなくて、永遠の魂、御言葉による魂、イエス様を信じる魂、その真理を知っていただきたいと思います。どうか御言葉に触れ、また聖書に触れ、皆さんの魂が生きた魂となることを願います。ではお祈りいたします。天の父の神様、今私はいろんな人生の波かぶっています。特に今はコロナの波で私はいっぱいです。どうかこのうめき、どうかこの自らを、命を絶つことなく、この聖書によって、希望によって、光によって、永遠の命、今ある幸いに扱ってほしいと願います。この幸い、恵みの時、良き訪れ、良き福音を心より感謝いたします。どうかこの幸いに預かる魂が起こされますように、このものもそのために用いてください。良き福音、良き訪れ、
どうか皆さんの上に幸いな恵みがありますように、この御言葉に触れ、命に触れ、どうかあなたの霊が、奴隷の霊が、サタンにある魂が本当に生きた、蘇った魂となることを願って、このメッセージを閉じさせて、ショートメッセージを閉じさせていきます。感謝いたします。この祈り、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。この御言葉、偽りのない聖書の御言葉を心に感謝いたします。私も若い時、二十歳の時に御言葉に触れ、永遠の命に預かる幸い、どうか一人として滅びることなく、この幸い恵みに預かってほしいと思います。どうかまた次回の聖書メッセージでお会いいたしましょう。マスターとした皆さんの家に豊かな祝福がありますようにお祈りいたします。シーアゲンです。パッションプリーズユー。シャローム。バーイ。